いらっしゃいませ。さ、さ、さがえちゃん。はい、皆さんこんばんは。今日もどうぞよろしくお願いいたします。もう一度君と熱い戦いがしたくてここにやってきた。ネオファイヤー、ネオファイヤーショットだと。ということで、なんか始まりましたね。8月ですからね。新しいイベントでしょうか。そしてなんとこの画面は美しい、8月ログインボーナス。ちょっと待って、僕ねまだ7月のログインボーナス全部受け取ってないんですけど。そうですか、1からですか。わかりました。それで今日も頑張って。ありがとう。ログインボーナス、ログインボーナスです。今日はこれをプレゼントするわ。どうもありがとう。はい、といったところでボーナスシリーズはおしまいかな。うん、僕の新人補正もここまでっていうことで。そんなわけでですね、今日は前回お約束した通りカードがいっぱいになっているんで、それをなんとかしましょうっていうのを、僕自身が検証していくっていうね。皆さんもうほとんどの方がご存知だと思うんですけどね。ご存知ない方は僕と一緒にお勉強していきましょう。で、確かね、トレーニングっていうのもここにあって、あと覚醒とか能力上限突破とか必殺技強化とか必殺技伝授とか技剥がし、とんでもないものがあるぞ。なんだこれは。選手のサブ必殺技を剥がしてアイテムが恐ろしいというものを駆使して今持っている手持ちのカードをスリム化していきたいと思うんです。選手売却っていうのが一番単純だと思うんですけど、なるべくねそれを使わないやり方があればいいなぁなんていうふうに思ってるんですけど、見てくださいよ、うちのだって所持枚数215枚のうちこんなに中西くんが圧迫してるっていうね。場所取りすぎ取りすぎ。じゃあまずどっから手をつけましょうか。まあ、数が多いカードをスリム化する上で、例えばどれがいいんでしょうね。必殺技伝授、あ、さなえちゃんだ。必殺技伝授では選手が持っている必殺技を同じ名前の選手に覚えさせることができるわ。はい、まずは必殺技を伝授させる選手とスロットを選んでね。スロットはサブ必殺技欄の中から選べるわ。次に伝授する必殺技を選んでね。伝授する必殺技はその選手のメインの必殺技が選ばれるわ。いろいろな必殺技を覚えさせて自分だけの選手を作ってね。よし、大丈夫です。例えば、まあ、分かりやすいところで言うと、今中西くんっていうのがこの R のやつを1枚持ってるんです。で、今サブ必殺技空きスロットがあるんで、ここに例えばうちのこの圧迫させてたさ、大量の中西がいたでしょ。それをその中からなんか選べないのかな。例えばね、だからこれを選び空きスロットをタップし、ほら出てきましたよ。気合のセービング、気合のセービング、気合のセービング。こんなにたくさん、あ、でこれはロックしてるやつね。できるだけあの1枚ずつカードは保持しておきたいっていう、そういう性格です。なのでロックかけてあります。なので例えばこの気合のセービングを選びますと、お、伝授開始。素材となるアイテムを消費して必殺技伝授を行いますか。はい、そうすると伝授完了。そして素材として使用した選手に応じてメダルが振り込まれました。メダルは交換所で様々なアイテムと交換できます。やったね。これで中西くんがまたひときわ大きな男になれたね。よし、これでようやく1枚スリム化成功しました。で、気になるのがこの必殺技強化。必殺技強化では選手の持つ必殺技のレベルを上げて技の威力を高めることができるわ。必殺技の強化には同じ名前とランクの必殺技を持つ選手かブラックボールが必要。技に磨きをかけて試合を有利に進めてね。うん、例えば
この気合のセービングを他の中西2名の気合のセービングを付け加えるみたいな形にすると、ほら右下にベース必殺技レベル1がレベル2に上がりますよ。これでいいのかな。やってみよう。何事も挑戦だ。強化完了。そしてメダルが振り込まれた。やったね。まあちょっと中西くんばっかりこうやって強くなってもね、うちではもう加藤くんが正ゴールキーパーですからね、全くチーム的にはね体勢の影響を全く及ぼしてないっていうところなんだけど、でもおかげさまでカードが今 2,3 枚スリム化できました。こういう要領でちょっとずつ、うん、技を合成していこうか。シャーク岸田、シャークシャークシャークいた。で空きスロットがありますと。でここにレアリティの一つ低いこの N のシャークが持っている正確なパス、これを伝授すると、俺だって猛練習を積んできたんだ。素敵だね。だってもうタックル技持っていてパス技持っていたら、あなたはもう実質相田誠ですよ。うん、僕にはもうだんだん相田くんに見えてきた。やったね。佐野可愛いよ。佐野可愛い顔してうちの得点王だと思うんで、空きスロットありますね。弾丸シュート伝授開始すると、このように俺の軽技見せてやるよ。もうパーフェクトですね。浮き玉の技もあるし、地上で打てる技もあるし、そしてよく見るとメインの必殺技にダイレクト、軽技ボレーっていうのを持ってたのね。これ使ってみたいな、いつか。うちのメインの裏部はどこにいる？いた。で、空きスロット。ここに、鋭いスライディングタックルを。伝授開始。すると、ダモ監督に鍛えられた俺たちの実力を思い知れ！いいセリフ。で、真田くんですとか一瀬くんといった選手がうち今3枚4枚とかあったりするんじゃないの。そういうのはなんか重ね合わせて強くするっていうことはできないのであろうか。順番に見ていこう。トレーニング、トレーニングでは選手のレベルや能力を上げることができるわ。トレーニングで使えるアイテムはロベルトノートとコーチの2種類があって、ロベルトノートは選手の経験値を上げることができるわ。経験値が一定まで貯まると選手のレベルがアップしてドリブルやシュートなどの能力が上がる。コーチは選手の能力の上限値を底上げできる。上限値は能力の横にプラスで表示されるの。たくさんトレーニングして選手を強くしてね。ここでロベルトノートだったりあのキラさんのカードが役に立つんだね。なるほど。次、覚醒。最大レベルに達した選手のレアリティを上げることを覚醒って呼ぶの。覚醒すると能力の上限を解放することができる。選手を覚醒させるためには属性とレアリティに応じた覚醒書とコインが必要よ。覚醒した選手のレベルは1に戻るから気をつけてね。覚醒に必要な覚醒書は曜日イベントで手に入る。月曜日は全ての覚醒書が手に入るチャンス。覚醒させるのは大変だけどレベルの上限が上がったり能力も強くなったりとメリットも大きい。頑張って覚醒させてね。なるほどね。そして能力上限突破。うん、ロベルトが辛辣なコメントを表示できる選手はいないようだな。レベルパラメーターとも最大になった選手の能力をさらに伸ばすことを能力上限突破って呼ぶの。どんだけ強くなるの。能力上限突破では好きなパラメーターを育てることができる。能力上限突破を行うには専用アイテムが必要よ。日本の選手はお守り、海外の選手はネックレスを使用するわ。能力上限突破の最大回数はフォワード、オフェンシブハーフ、ディフェンシブハーフ、ディフェンダー選手は100回。すごくない。どんだけ強くなるの。パラメーター1つにつき上げられる回数は最大25回と決まってるから、どの能力を上げるかをよく考えてから実行してね。能力上限突破で使うお守りネックレスは曜日限定シナリオで手に入る。
日曜日は欲しいアイテムのイベントを選べる、能力条件突破したい選手の対象アイテムが手に入るイベントを選んでプレイしてね。なるほどね。で、これが気になる技剥がし。あ、これは説明ないんだ。技剥がし、例えば剥がさないですけど、剥がさないよ。でもちょっと、あ、ここで本当に剥がせちゃうのか。これ例えばゲルマンコンビネーションとかこう選んじゃうと、うわー怖い。わー怖い。あ、でもこれよく見ると所持のところになんか俺燃えてるよカード的なものがあって、今は所持が0枚だから、で必要には1があるから、これなんか特別なアイテムが必要になってくるということでしょうかね。うん、いや面白い。これだけでも随分といろいろ覚えることができた気がします。そしたらシナリオやっていきましょう。さあ今日は強化試合です。中学選抜との対戦やっていこう。それではじゃあ電光石火っていう能力をお借りしたいと思います。南部中フースバル VS 中学選抜、どんなメンバーなんでしょうね。はい、こちらが我がチームでございます。対する中学選抜はキーパーが中西くんで、フォワードは武蔵中学の面々ですね。よし、パス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 。そんなパス出すかって。佐野、まずうちの佐野くんが狙ってきますよ。いけ、いくぞ、よし来い。ゴールが見えたらシュートを打つ。この俺が点を取る。弾丸シュート。小坂くん吹っ飛ばされた。止める。出た、中西、パワーキャッチ、だが届かない。やりました。なんだこんなもんか。佐野くん自信をつけています。確実に。来い、行くぞ。おっと、弾き出されたボールは前田くんの前に転がっていく。プレスだ。来い、行くぞ。頼むぞ。よし、よし、さすが。じゃあ2本目はパーマー行こう。行くぞ。よし来い。スピードドリブルだ。青い信号は走り出したら止まらないぜ。はい。パーマー上がれ。よ、パーマー上がってこないな。じゃあ佐野くんだな。ただ佐野くんはね、今体力がないでしょ。わあ、せっかくの軽技ボレー見れるチャンスだったんだけどな。仕方がない、通常のボレーシュートだ。さあどうだ。止める。パワーキャッチ。よっしゃー、中西粉砕。攻撃的にプレスをかけよう。おっと、ここで終了。では後半から選手を変えていきましょう。佐野くんを左に下げまして、美杉くんのオーバーヘッドっていう技、これ見てみたいですね。うん、でシュナイダーは意外とこの右サイドでも仕事ができる、そんな選手ですもんね。でよく見るとこれ若林キラーというスペシャルスキルを持ってる。逃げろ若林。うん、ひとまずこんな感じでいいかな。心配はいらないよ。お、向こうも美杉くん出してきた。美杉対決だ。よし、よし、今だ。来たぞ美杉くんの全力サッカー。うちも全力だよ。俺は負けない、勝負だ。さすが、上がれ上がれ。必殺シュートだ。勝負だ。よし、ノンファイヤー。
これが技のプレイだ。ノンファイヤー。行くぜ。どうだ、止める。クリティカル発生。いけるか中根氏。なんか届かない。さすがシュナイダーだぜ。よし。だんだんこのフースバルのユニフォームも僕の中では様になってきてる、そんな気がしてます。お、全力をしてみようか。僕は負けない。スカット頼むぞ。読んでます。一旦下げよう。あ、向こうも読んでた。そうだ、上がれよお前ら、上がれよ上がれよ上がれよ。見すぎ、特に見すぎ、上がれよ。ここで必殺技、お、スタミナキラー発動。なんかわかんないけど疲れてきちゃったな。見すぎに高いボールをお願いします。任せたぞ。チームプレイタックルだって。ドヒューン、ハイパーカウンターパスじゃん。みんな固まっちまえ。よし、通った通った。しかも高いボール、ありがとう。そうだ、行くぜ。決める。これを決めなくてはならない。ハイパーオーバーヘッドだ。止める。行け。さすが、これが見たかったんだよ僕は。やった。おかえり見すぎ。さあ攻撃的にプレスを仕掛けていきましょう。ああ、ここで終わっちゃった。なんだなんだ。これはみんなの力で勝ち取った勝利なんだ。みんなよく頑張りました。そして初回クリア報酬です。そして中西くんを手に入れました。そんなにうちのカード枠を圧迫させたいのか。ご協力どうもありがとうございました。で、さらに強化試合が組まれてんの。さらにさらにって、じゃあ分かった、やろう。ジャパニーズサッカーをお借りします。でも着々と相手チームのチーム総合力が高くなってますね。あ、今回は大友中寄りのメンバーになってますね。お、ウラーベ下がって下がって攻撃的。よし、通った。行くぞ。負けない。かわしたら佐野くんに低いボールをお願いします。青い信号は走り出したら止まらないぜ。佐野、上がれよ。どうだ、低いボール、さすが。ではやらせていただきます。ダイレクト軽技ボレー。どんな体勢でもシュートまで持っていく。いくぞ。かっこいい。パワーパンチできたぞ中西が。どうだ。よし、先制点は佐野くんでした。楽勝だぜ。それさあ、攻撃的プレス。佐野くんがいった。じゃあそのボールを大好きな児童へ。そして児童上がろう。勝負隊来い。あ、ドリブルで突破してみたい。でもちょっと分が悪いかな、相手速さだもんね。だったらこっから佐野とのコンビプレイバージョン 3.0。
おー、すげえ。ならば、これで行きたい。キャプテンと俺のコンビプレーは無敵なんだ。一体無敵。おりゃ、届かんよ。ここだ。決まった、ゴール。そして我がことのように喜ぶ地頭くん。地頭さん、ずる、僕のゴールですなんて言えやしないよ。あの笑顔を見てしまうと。行くぞ。こぼれ玉、西尾くん。ここで前半終了です。よし、そしたら伊沢見てみたいですね。伊沢くんをこの辺りに入れて、うん、で、三杉くん、あ、ハーマン真ん中に入れて、で、三杉くんをここに、で、留学生。俺が決めてやる、誇りにかけて。フォワードの皆さん、まずは伊沢が一発狙ってきますんで、ねじ込み準備お願いします。よし、伊沢、全力。皆さん、いきますよ。正確なシュート、クリティカル。みんな必死。うわ、必死すぎる。今のはびっくりしたな。一人ワンツー、行くぞ。一人ワンツー完成。ひょいってあげて自分でオーバーヘッド打っちゃう。これが天才ミスギチュン。ここだ。天才。やった。おかえりミスギくん。イスギくんくん、それ、よし、全力、よし。およし、もう一本行こう。ジト、時間がない、打とう。打てる。サノトのコンビプレー。ならばこれで行きたい。キャプテンと俺のコンビプレーは無敵なんだ。行きたい。空中サッカーのバーゲンセールや。おお、やるね。そこへスーパーサッカーだったツーサキくん。お、伊沢、打とう打とう。正確なシュート、行くぜ。行け、信頼できる男、伊沢守る。ゴール、いただきます。ここだ。おめでとう。よっしゃ。そしてちょうどここで笛です。 4-0、クスバール、おめでとう。みんなの力で勝ち取った勝利なんだ。そして初回クリア報酬です。協力ありがとうございました。よし、で強化試合その4。さすがにお時間的にもうやれないよ。もうヘロヘロだよ、うち。こんなに。ダブルヘッダーだけでもさ、厳しいものがあんだから。これは次回に回しましょうね。はい。
そしたら最後にガチャを引いて終わりにしましょう。さてと、だいぶね初心者補正も終わってきておりますんで、もうさすがにタダで引かしてくれるようなものはないよね。連名ガチャ、謎のものが出てきたぞ。ポイントガチャ、フレンドガチャ。じゃあここで初めてさなえちゃんからずっといただき続けている夢玉を使って、この超ドリームフェスっていうガチャを挑戦してみましょうかね。ちなみに詳細どういう内容なんでしょうかね、ここに載ってるのかな。今回のドリームフェスはピックアップ選手がすべてフェス限定選手、また新たに登場する SSR カール・ハインツ・シュナイダー（皇帝降臨）とじはドイツ代表の公式ユニフォームをまとった特別仕様になってるぞ。なるほどね。あ、ネオファイアショットランク S。 あ、リバウールさんだ。そしてピエール。うん、じゃあやってみよう。ものの試しだ。ガチャります。よし、もう僕はね何が出ても嬉しいですよ。そうだな、だから今ねやっぱ新田駿欲しいなと思ってますし、できればねディフェンシブハーフの赤井富谷、まあ、ディフェンダーでもいいんですけどね、赤井富谷くんもいいななんて思ってます。では全然フェスと関係ないこんな僕です。はい、行ってみよう。翼来い、キューダくん、この差し込まれる絵もね原作から撮っててとてもいいですよね。まずは、あ、ガルシア選手。サッカーは常にダンディじゃなきゃならない。ジェンティーレ。南米の黒豹とは俺様のことだぜ。お、ようやく来たラモン・ビクトリーノ。キャプテンとのコンビプレーは最強だぜ佐野祭り。さあ天下一の世界一をモニトリング。日野龍馬だ、嬉しいね。パワーだけは誰にも負けない高杉ちょっとなんか顔ひょうきんな感じがするねはい、で次がなんか特別なやつなのかな、なんでしょうか。お、世界のサッカー小僧大空翼 SSR、 また違うバージョンが来たぞ。これはちょっと見るの楽しみだね。そしてポイントガチャチケットゲット、あ、なんかいただきましたよ。やったね。へー、翼くんだ。日本サッカーの進化、必殺技プッシュダイビングヘッド。やべ、ちょっとかっこいい。ゴールデンコンビ、南米式ドリブル。うちの元々いる翼とはまたなんかちょっと違う感じがしますね。よし、といったところで今日はお開きにしたいと思います。今日はなんかいろんな点で成長できた気がしております。これをまた次回の動画にもね生かしていきたいというふうに思ってますんで、よろしければまた次回もアクセスください。お待ちしてます。それではまたね、さようなら。